もっとええ飴作りたなってしまうなって、どないしたん、お兄さん。まあ、いや、奥歯に物でも詰まったような。って。はぁ、あ。飴ちゃん。歯の間に挟まってしもたんやろ？なぁ？お兄さん。ベロに見えるようにかがんで、ほんでもって、お口、大きく開けて、はーい。あーうん。うん。ふ、うん。よう見えへん。あ、しやしや、スマホのライト。挟まっとるなぁ。これはブラシして取っちゃうのが一番の早道やろなぁ。はぁ、お兄さん、もうお口閉じてええよ。あんなぁ、お兄さん、この後の予定とか時間ってどう？もしも急いでへんのやったら、歯磨きしてったらどうかなー思って。あ、予定ないん？ええなー、そないな旅が。楽しい旅よね。ペロ、こっち羨ましいわ。ゆうか、そしたら、歯磨きしような。こっち。この塔の向こうが、ペロのお家になっとるさかいに。遠慮せんと上がって上がって。さあさあさあ。はよう、はようにうちにようこそやんなあ。いや、大したことやあらへんけどな。あ、やっぱちょっとは大したことかな。あんな、お兄さんな、
のお水と空のバケツとバスタオル。ペロのお膝に頭乗っけて、お口あーして、あーいけんよお兄さん、多分まだ固まりきっとらん飴舐めてしもって、それを歯にくっつけてしもうとるさかいに、普通に磨いてもなかなか取れへんもん。その点ペロはアメちゃんの専門家やさかいな、歯にもどこにも負担かけずパリッと綺麗に取ったるさかい。それにな、お兄さん、せやせや。元はといえば、ペロがうっかり固まりきっとらん飴をお兄さんに舐めさせてしもたんがいけんねやさかいに、ペロに責任取らせな。ね。お兄さん、大損言うもんよ。ほんなら、ここ。なあ、お兄さんの頭、ペロのお膝に預けてな。はぁ。はぁ。なんや、これ。ペロも、なんだか、そばいいよか。なんや、ちょこっと照れてまうな。歯磨きしてまうな。ほんならお兄さん、お口あーんって大きく開けてな。ほんなら行くな。ブラシ、まずはコップの水で湿らせて、はじめはゆっくりするさかいにな。
るほどな。やっぱり歯にくっついてしもとるのがあるな。これちょっと用事でつっついて剥がしてしまうな。薄い境に今はピロさんやんな。剥がれた飴これお兄さん舐め直しはる？よしとくん持たないな。ほんならペロが発したなかった？ああ、人間のしきたりはことるつもりやったんやけど、細かいとこまでは。え？気にしないなら噛めへんって、何を？間接キス。間接キスって、間接キ、いやいやもう、なんでそないなこと言い張るの？ペロ、なんか急に恥ずかしくなってもうたやんか。いけず。いけずなお兄さんにはな、どうないしよう。これ以上いけずなこと言えんようにな、ペロがお口の全部をなきれいきれいに磨いてしまうさかいに覚悟したってな。まずは左上の奥歯から。上の前歯。前歯の
ほら、もう。そしたら、今度は、右上の奥歯。ここ、虫歯になりかかっとるかもなぁ。会社近いうちに一回行っといた方がええかもな。右上の奥歯ちょっと虫歯になりかかっとるかもしれんさかいに、他は全然気になるところあれへんかったけど、そこだけな。いうことで、今度は下の歯、もうちょっとだけ栄光にしめてこらえてな。ほんなら、左下の奥歯、よし、歯はないな。そしたら下の前歯やな。かしこし、くしゅくしゅ。仕上げ、右下の奥歯、さっきアメちゃん張り付いてしもとったとこやさかいに、真
ゆっくり、丁寧に。お疲れさんやな。磨き終わったで。お口ブクブクゆずぎだいやろ。はい、コップのお水、それからこのバケツ。洗面所でゆすぐ方がええの？恥ずかしい？はーい。人間は難儀なもんやな。そんなら、こっち、洗面所。ここ、どうぞ。お水流して、好きなだけ、ブクブクしてな。恥ずかしいなら、ベロ、さっきの部屋に、先に戻っとるさかいに。ごゆっくり。あ、おかえり。お兄さん、な、ベロの歯磨き、どないやった？そうやろ、そうやろ、そうやんな。ベロは、こう見えて、人間の体の作りのこと、そこそこ詳しいあやかしやさかいな。お兄さんを心地よくしてあげるくらいのことは朝飯前や。あ、そんならな、耳かきも試してみいひ？ペロ、実際には、まだ人間に耳かきってしたことないさかいに、一度試してみたかったんよ。耳かきも、な？これ、ええ品って一目でわかるやろ？ノアノーレンのゆえいうあやかしが作ってくれたすすたけの耳かき。
薄くてしなって上等やさかいに、これ使うてお兄さんの目玉いやのうてお耳ほじったげたらきっと心地よくしてあげられるとペロ思うんやけども、しよな、ほんならしよな。こっちの耳を上にしてペロのお膝にゴロンって頭預けてな。お兄さんのお耳さん、こんにちは。そしたらご機嫌伺いましょうか。奥が深そうで、ほじりがいありそうなお耳やね。楽しみすぎて生つば吐いてしまいそうやさかいに、雨玉ちょこっと失礼するな。ほん、まずは
麗に拭かんと、耳掃除はできへんって、ゆえやに教わっとったんやった。仕上げて、
右耳のお掃除おしまいや。どないやったお兄さん。せやろな、極楽やろな。ペロ、なんや、お兄さんが羨ましいわ。そしたら、左の耳やね。こっちも、もっと心地よしてあげるさかい。期待してな。ほんなら体入れ替えような。ペロがゴローンっていう境に、それに合わせて左の耳が上になるように転げてな。しやったら行くな。せーので、ころん。